なぜそれをやりたいと思っているのか、誰とやりたいのかっていうことを文章にしたり動画にすることだと思います。自分は一人じゃないって同じように考えている人たちはいっぱいいます。そうするとね、思わぬ人たちがサポートしてくれると思います。今ちょうどその思春期っていうか、若いと思いっていうのをね、伝えすぎたら負担になるんじゃないかとかっていろいろ思っちゃう時なんですよ。それはね、全てにおいてそうだから、ぜひ遠慮せずにガンガン言ってください。皆さんこんにちは。本田健の人生相談、ディア健ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速、人生相談の続きからご覧ください。それでは質問をお願いいたします。健さん、まどかさん、こんにちは。こんにちは。このような機会をいただきまして、本当にありがとうございます。こちらこそ。私、岐阜県で、有機農業を家族で小さく営んでおります。はい。それで1月のですね、オンラインの検査のセミナーで出て、このドローダウンという本を知りまして、はいはいはい、食の分野でもすごく貢献できるということを知りました。うん。今僕がやってる農法ではなくて、もっとこう地球のための畑作りっていうのをやってみたいっていうふうに思いました。それで農家も地主も地域の皆さんも、果ては地球もみんなハッピーになる畑作りをやってみようと決めました。これケンさんのハッピーマネーをちょっと真似させてもらって、ハッピーヤードプロジェクトと僕名前を付けたんですけども、そこでちょっと質問なんですけども、はい、小さいながらもこういうちょっと社会的なプロジェクトというか活動に、心からこう応援をされるためにできることがあればアドバイスいただきたいなと思って質問させていただきます。はい。まずね、そのカズさんがなぜそれをやりたいと思っているのか、どういうふうにやりたいのか、誰とやりたいのかっていうことを文章にしたり動画にすることだと思います。はい。でカズさんの思いに、ね、共感して、いや実は私もそう思いますとか、私も何かさせてくださいっていう人たちが必ず現れます。でそのためにはその文章を書いたり動画を作ったり、あるいは今クラブハウスとか、こういろんなその、音声配信のメディアがありますよね。はい。そういうところで、例えば僕だったらクラブハウスみたいなところで、小さな小規模個人である、有機農業について考えるっていうのを、そういうのを作るかな。うん。そうしたらね、全然違う北海道とか山梨とか九州とかいろんなところから、急に私もやってるんですみたいな同士が集まるんですよ。なのでね、まずのろしを上げるってことがすごい大事だと思います。大げさに言うとね、のろしですけど、まず友達にね、カズさんは多分話されてると思うんですよ。家族とか、はい、結構そういう話をずっとしてませんか、ドローダウン読んでから。はい、してます。はい。したいぐらいに。それで、はい、結構それを吹き込んだやつをホームページにアップしてもいいんですよ。あるいは自分は、小規模な、有機農法やってるんだけども。ドローダウンっていう本を読んでこういうふうに思ったっていうのを僕なら YouTube にアップしますね。うん。それをたまたまドローダウンとかそういうキーワードを入れとくと、はい、検索してくる人たちがいるから、はい、その人たちが、カズさんすごい感動しましたと、私も全く同じ意見ですって、よかったらちょっとZoom でお茶でもしませんかみたいにね、同志を集めていくんですよ。うん。そうやったらものすごいワクワクすると思いますよ。そうですね。はい。うん。そうやって一人ずつそういった人たちを見つけながら、そういう人たち何ができるかってことを考えて、ひょっとしたら全国でね、100人そういうそのオーガニックの有機農法をやる人たちが集まって会社を作ることになるかもしれないし、なんかプロジェクトを立ち上げるかもしれないし、近くの小学校にそういったことを教えに行くことかもしれないし、そのカズさんの今ドローダウンかける何が興味があるのかまだ分かりませんけど、多分ねめっちゃハマるものがあるはずですよ。はい。それを探してやってみてください。はい、わかりました。はい、めちゃめちゃ楽しくなると思いますよ。はい。うん、自分は一人じゃないって同じように考えてる人たちはいっぱいいます。まずドローダウン の, コミュニティの周辺をうろうろするといいんじゃないでしょうか。うん。だからドローダウンについて考えるっていうクラブハウスとか、クラブハウスってやってますか。ケンさんのフェイスブックを見て、うん、僕も乗りたいと思ってですね、3日前に始めました。ああそうそう、だからそれで早速やってみたら。はい、わ、はい、かりました。そうするとね、はい、思わぬ人たちが、サポートしてくれると思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。質問でした。それでは質問をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。私がそのエゴを優先できません。
ていう相談で、うん、例えば恋愛なんかはすごく分かりやすい英語の、塊のものだと思うんですが、英語の塊なんだ恋愛が。いやどうぞ、はい、例えば僕は今好きな人がいて、ただその好きな人にも他に好きな人がいることは分かっている、うん、その状態で僕がその自分の英語、自分が好きだっていう行為を相手に伝えることにすごく抵抗があるっていうふうに、全てにおいてこう英語を大切にできなくて、でこれはどうしたらよいかとか、何かいい方法はあるかという相談でして。なるほど、いい質問ですね。ちなみにその後ろの本棚がすごく気になってて、僕そういうとこに住んでたなと思って、地震の時は気をつけてね。話関係ないんだけど、はい、なんかすごい僕めちゃめちゃ共感しました。まずで、ね、僕もね、全く学生の時同じことを思ってたんですよ、ね、これって僕が好きだっていうのは英語なんじゃないかって、ね、でも考えてみたら、その自分のことを伝えて相手が嫌だっていうのに毎日電話するの、これは英語ですよね、まあ、ストーカーですけど。でも自分が好きなんだっていうことを伝えるのは別に英語でも何でもないんですよ。で相手にとってそれは負担になるかもしれない。でもね、僕が好きなんだって言われてることによって相手は、あ、そうかと、私も別の人好きだと思ってたけど実は山ちゃんが好きなんだってことに気づくかもしれないんですよ。もしそうやって気づいたら、それはエゴになりますか？そうですね、その時はならないかもしれないです。でしょ。でその可能性もあるんですよ。だからね、彼女が嫌だっていうのは何回も言うのはエゴだと思うけど、少なくとも自分はこういう思いなんだっていうのを伝えるのは全然エゴではないと思います。でね、今ちょうどその思春期っていうか若いと、自分のなんかこう、こう思いっていうのをね、伝えすぎたら負担になるんじゃないかとかっていろいろ思っちゃう時なんですよ。僕は女性だったら、いやなんかね、自分はこの人好きだと思ったけど、あ、山ちゃんってめっちゃいいなっていう風にキュンってなっちゃうかもよ、うん、だから僕なら、僕はね、僕が好きだって気持ちを伝えるのはエゴと思ってね、ずっと黙ってたんだけど、でもやっぱり好きだって気持ちだけは伝えたいって、でそしてそれで終わったらいいじゃないですか。相手がどういう風に思うのかは相手に任せればいいわけだから。それはどう？なるほど、確かにそうですね、伝えるだけならエゴではない。なるほど、うん、見返りを求めなければいいってことですよね。そうそう。でそしてそれは相手がどう思うのかはもう相手の問題というか相手が決めることじゃないですか。ただちゃんとそれを伝えとかないと、後でね後悔するんですよ。僕ね、30代40代50代ってたくさんインタビューするでしょ。で10代20代で最も後悔してることはっていうのは聞くとね、好きな大好きな人がいたんだけど大好きだって言えなかったって、言おうと思ったんだけど言えなくて、もしあの時に戻れるなら断られてもいいから好きだって思いだけは伝えたかったっていう人たちがいっぱいいるんですよ。で中には50代で泣く人もいるんですよ。あの時あんだけ好きだったのにもうすごい片思いで思っちゃって、でね、もっと最悪なのは同窓会で会って30年ぶりに会ってね、いや君のこと好きだったんだよって言ったら、私もだったのよって言われて、ああみたいな、この30年返してくれみたいな友達がたまたまいて、そうだったらどう思います？30年後に告白して、実は山ちゃん私もあなたのこと30年前好きだったのよって50代とかで言われたら、もう先に言っとけばよかったと思いますね。ね、そうだから、そう僕の友達の50代で のけぞったおじさんみたいに後悔しないようにぜひ今伝える。でそれでその思いだけ伝えさせてって、で負担になったらごめんねっていうふうに謝れば全然なんてことないですよ。いけそう？はい、その恋愛に限らずちょっと伝えることだけは確かにやってみてもいいかなと思いました。はい、それはね全てにおいてそうだから、ぜひ遠慮せずにガンガン言ってください。はいはい、素晴らしいね、青春を感じます、これ見てる。もうめっちゃ応援してるからね、山ちゃん頑張ってね、またうまくいったら教えて。ありがとうございます。はい、ありがとう。質問ありがとうございました、はい、幸せな気持ちになった。ありがとう。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームしおりさん、私のおすすめは小林翔平さんのその悩み、哲学者がすでに答えを出していますという本です。仕事、お金、人間関係、病や死、誰もがぶつかる時代を問わない共通の悩みについて哲学者たちの出した一つの答えを噛み砕いて提示してくれている本で、そういった悩みをなんとなく避けてきた人にいいヒントを与えてくれると思いましたということで送っていただきました。
そしてケンさんが選んだ一冊は何でしょうか。はい、未来を競争する経営チームを作る鈴木義之さんという方が書かれた本です。この一冊は今週はどうして選ばれたんですか。あの鈴木さんって日本最大級のコーチの会社の、社長さんで、もう僕も16、17年来の、友人なんですね。その本当にね、言ってることをそのまま生きてる人って、僕の中でも、多分15年ぐらい20人いないぐらいだと思うんですよね、周り の, 人あの友人たちの中でも、その中で最も同い年なんですけど、最もね人柄が素晴らしくて有能で人間関係が上手な人って、本当にね10人いくかいかないかぐらいかな、そのうちの一人で、本もね素晴らしいし講演も素晴らしいし、経営者としても能力があって、まさしくそういう経営チームを作って、最大の会社になってるので、そういう意味ですごく説得力ある本ですよね。ぜひこちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。はい、共同創造するっていうのが一つのキーワードになると思います。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ieoffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。チャンスに出会わない人間は一人もいない。アンドリュー・カーネギー。本田健の人生相談、ディアケン、いかがでしたでしょうか。先ほどハッピーライブラリーで、その悩み哲学者がすでに答えを出していますっていう、そのタイトル自体が面白いなっていうふうに思ったんですけれども。本当にね。ね。いや、多分そうなんだろうなって思いますね。でもその誰、どの哲学者かわからないのが問題だったりとかしますからね。でもそういう意味では、人の問題って普遍的にずっとこう続いてるんでしょうね。似たような時代が違えども、同じようなことって、繰り返し繰り返し人間はそれに対して悩んでるんでしょうね。人間関係も含めて、そうですね。なんかそのだから問題が尽きることって、人として生きている限りあるのかななんていうふうに思うんですけれども、あるんですかね、ケンさん。それはないでしょう。やっぱりその僕はショックだったのは、10代の後半から20代の前半にかけて、ちょうど19から20歳の時なんですけど、アメリカのフロリダの、老人ホームに僕1月半に2月くらいいたのかな。でその時にね、すごいこう面白いなと思ったのは、なんかね、20歳の頃って30歳とかになったら大人になると思ってたんですよ。でもそうではなく、で50歳もどうもなんか50歳悩みがあるみたいだって。でなんか70歳とか80歳になったらもうなんか超越してるっていうか、悟りの域に達してるかと思ったら、老人ホームでいじめがあったりとか、仲間外れとか、逆に幼稚園みたいに戻ってんですよね。なんかイメージつきますね。そうそうそう、だからあれって、なんかいつじゃあ人間は成熟するのかっていうふうに思った時に、やっぱりね、人は人である限り、なんか生々しい悩みとその怒りと悲しみとがあるから人間なんだと思うので、一生ね、それはついて回ると思います。そうですね、脱したいって思っちゃいますけどね、そういう渦中に、だから脱せないからいいんじゃないですか。それが人の人生なんですね。そうそう、人間だものって、相田光男さんみたいな、そういう世界ですね、やっぱり。ですよね。だからきっとこのディアケンでも本当にこうたくさん毎週いろんなテーマで質問とか届くじゃないですか。そういうことですよね。そうそう、そう思います。ね、悩みをなんかこう吹き飛ばそうとするよりも、それと一緒に共存するってことだと思います。さて、この番組ではあなたからの感想、またケンさんに聞いてみたい質問もお待ちしています。質問の登録は本田健公式アプリから簡単にしていただけます。毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店も好評配信中です。そしてヒマラヤアプリでは、ヒマラヤのみで聞いていただける収録後のケンさんと私のトークをディアケンのこぼれ話として無料配信しています。毎月480円でディアケンの550回以上のすべてのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムの配信も行っていますので、ヒマラヤアプリよりご確認ください。ヒマラヤアプリの視聴方法は、ケンさんの公式アプリ、もしくは公式のホームページからご確認ください。
ということで、健さん、今週もどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。